皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、1月1日に発生した能登半島地震で放送中止になった人気番組、芸能人格付けチェック、2024お正月スペシャル、テレビ朝日系が1月7日に放送となった。今回の注目ポイントは、個人72連勝がかかった g a の勝負だろう。もはや番組の顔となった g a だが、 驚異的な連勝記録をめぐり常にやらせ疑惑がささやかれているミステリアスすぎる私生活ゆえか金銭事情や女性関係のスキャンダルもたびたび報じられてきたそんな GACKT について今回はサイゾーウーマンで報じた記事を過去から一挙に振り返っていきたい2023年1月1日公開記事を再編集したものですミュージシャンの GACKT が 15年5月2日に米ネバダ州ラスベガスで行われた WBC、WBA ・ WBO 世界ウェルター級の統一戦、フロイド・メイウェザー対マニー・パッキャオ戦のリングサイド席に招待され、観戦したという。ガクトはアメリカ行きの機内で、ブログの記事をアップし、ベガスに行くんだよ。ラスベガス、招待されたんだよ。パッキャオとメイウェザーの試合に、と告白。 テコンドーの有段資格を持つなど格闘技全般に造形が深いガクトは両者の凄さを説明した上で僕も小さい頃ボクシングをやらされてたから試合を見るとこいつのテクニックは半端ないなやばいな踏み込みのタイミングがと勝ってくろうと目線になってしまうんだよとつづったしかし GACKT の言う正体という言葉に ボクシング関係者は首をかしげる。今回のチケットは入手困難で、世界的な VIP も定価の数倍、数百倍の価格で購入している。GACKT さんは、招待という言葉を使っていますが、単にパッキャオのルートを使ってチケットを購入しただけでは、それだけでも十分すごいことですがね、今回の試合は、ネット再販サイト上で、リングサイド席に4200万円の値がつくなど、 世紀の一戦と言われた。別の関係者は、無料で招待されることはありえない。おそらく GACKT さんも、定価の数倍の価格でチケットを買ったはずです。宿泊費のことも考えると、少なくとも1000万円は持っていないと厳しい、と話す。日本のボクシングライターの間でも、なんで GACKT がという声が上がっており、その入手経路、 購入金額について調査が進んでいるという。果たして GACKT の語った正体の真偽はいかに ?GACKT の愛人が自殺未遂を起こしていたことを17年2月2日発売の「週刊文春」「文藝春秋」が報じている。ミステリアスな雰囲気で人気を集める GACKT は以前から女性芸能人との噂が多かったものの今回の愛人のように。 方には知られていないな女性関係となると、枚挙にいとまがない芸能プロ関係者という。「文春」によるとかつて GACT の愛人をしていた元グラビアアイドルの A 子さんはもともとは GACT のファンだったそう。親密関係になってからは GACT の喜び組である女性たちとの乱行に誘われるなどしたといいます。その後 A 子さんは GACT のマネージメント会社 株式会社 GH の代表取締役社長、H 氏との婚約を機に愛人を辞めたものの、H 氏から裏切られ、GACT からも見放されたことで自殺を図り、未遂に終わったそうです。スポーツ指揮者。GACT が女性を誘う手口とは、一体どのようなものなのだろうか。GACT は、スタッフにセフレを用意してもらうのが常等手段で、近頃では仕事の関係から、 HKT48 のメンバーと親交を深めているとか、また彼は韓国の女性アイドルのような顔、お好み AKB48 の元メンバーで、現在は女優業を中心に活動している X、ソロ歌手に転身した Z ともセフレ説がささやかれていました。X も Z もグループ在籍時はグループの中心メンバーでした、どうこの先、 ガクトの喜び組の実態が続々と明かされるかもしれない17年7月4日に誕生日を迎えた歌手のガクト4 4が自身のブログにバースデーパーティーの写真を投稿したグランドプリンスホテル新高高は非点の間で行われたこのパーティーにはガクトのファンをはじめ彼を慕うアーティスト仲間なども多数参加ブログに載せられた写真からは まるで披露宴のような豪華パーティーの様子がうかがえる。デビューから20年以上が経ち、ついに40代半ばに差し掛かったガクト。たびたびインスタグラムに投稿される異様に鍛えられた肉体について、若作りしている、と違和感を覚える一般人も少なくない。しかし、ガクト自身はブログの中で、年はただの数字じゃない。人生をッキとして歩んできた歴史である、と思うわけです。 と語り、新たに年齢を重ねることについて感慨深い様子を見せている。さらにこの投稿にはファンからも、学ッは年を重ねることに魅力が増してます。学クト様の言葉、響きます。学クトさんの生き方に、私も生きる元気をもらってます。など、学クトの言葉に感銘を受ける声が多く寄せられた。学クトが今月インスタグラムに投稿した写真に対し、批判が集まっている。 女性関係、金銭絡みのスキャンダルが品質する上、インスタ炎上も連続するだけに、ネットユーザーからは、どうして芸能界から消えないのといった疑問も漏れているようだ、2012年には脱税疑惑が浮上、今年に入り、週刊文春、文藝春秋では元愛人の自殺未遂が報じられたりと、他にも、黒い噂が多発しているが。 普通なら仕事を失いそうなものですが、GACT はずっとメディアに出続けています。その理由は、GACT が権力者に取り入る能力に長けているから。例えば、業界に多大な影響力を持つ大手事務所、バーニングプロダクションの幹部とも有効な関係を築いており、13年に釈由美子との10年間の肉体関係をスクープされた時も、同事務所の力で報道に圧力をかけてもらっていたんです。 情報番組デスクさらに GACKT はかなりマメな性格かつ礼儀を重んじることから各局や制作会社の上層部にも気に入られているとか特にテレビ朝日系で放送される芸能人格付けチェックの制作トップ陣はもはや GACKT に懐柔されていると言ってもいいほどそのためこれまでのスキャンダル程度では GACKT を番組から外さないのです。 クトは何があっても芸能界から消えることはないと言い切る業界人も少なくありません。どうこれからもクトにブレーキがかかることはないのかもしれない。19年3月28日発売の「週刊文春・文芸春秋」により仮想通貨スピンドルをめぐる違法営業疑惑が報じられたクト。ウェブサイト「週刊文春デジタル」では同日。 クトの営業トーク、音声も公開された。報道内容の審議によっては、クトも罪に問われ、芸能活動休止を余儀なくされる可能性もあるが、クトにはこれまでもたびたび芸能界から一発退場となってもおかしくないスキャンダルが浮上していた。11年の東日本大震災後、クトは復興支援のための義援金を募る、ショうユアハート基金を設立したのですが、 この募金受付窓口が当初、専用口座ではなくオンラインゲームサイトを運営する n h n ジャパンの口座になっていたことにより、ネット上で詐欺じゃないの。と、騒がれました。そして12年には、この義援金の一部について、学徒の個人事務所関係者が横領したのではないか。という疑惑も浮上しました。どうまた同年。 文春は東京国税局査察部、通称マルサ、が GACKT の強制捜査に乗り出したこと、さらに海外に住まわせている愛人と隠し声、不透明、那金が渡っていることを報じた。13年には、フラッシュ、公文社、が、GACKT から強制わいせつと強姦の被害を受けたという女性の告発記事を掲載。この女性は被害届を出し、警察で受理されたと伝えていた。 こうした報道が出るたびに、マスコミもガクトの動向に注目していました。特に12年、マルサの強制捜査がスクープされた際は、いつ逮捕されても対応できるよう、各メディアが取材を進めていたほどです、スポーツ指揮者。しかし、結果として、ガクトが逮捕されることは一度もなく、現在は二階堂文人のダブル主演映画、「飛んで埼玉」が大ヒット中だ。 マスコミ関係者の間では何があっても一向に芸能界から消える気配のないガクトは悪運が強いと言われているタレントが高級品と安物を見極めるバラエティー番組芸能人格付けチェックテレビ朝日系でもガクトは勘の良さを発揮していますから悪運の強さもズバ抜けた感の良さによるものなどと冗談めかして言う関係者もいますどう 黒いい疑惑だだだらけののが、いつかか。X デイを迎えるのだろうクトは20年4月24日と28日自身の YouTube チャンネルで英語学習塾という動画をアップ24日公開の英語学習塾レッスン0「塾長のご挨拶」では英語についての相談をよく受けるとした上で英語一朝一夕で話せるようになるなんてことはない 海外に住んだからといって英語が話せるのではないと断言正しいポイントを抑えた練習をすることで英語力を上昇させることが可能だとアドバイスしているネット上ではなんでガクトが英語塾うさんくさくない新しいビジネスかなといった疑問の声も上がっているガクトといえば19年3月発売の「週刊文春」「文芸春秋」にて「 仮想通貨スピンドルをめぐる違法営業疑惑を報じられています。それ以前にも東日本大震災の義援金を募るショうアハート基金を設立したものの12年にはこの一部を横領したとの疑惑が浮上。今年1月に直撃新相坂上 SP フジテレビ系へ出演した際横領について否定していましたが学 a には うさんくさい、印象がつきものになってしまったようですね、どう。ネガティブなイメージを払拭するためにも、今後の英語学習塾に期待したいところだ。ガクトとローランドによるファッションブランド、G&R に、他社の商品をパクっているのではないか、という指摘が SNS 上で紛失。これを受け、20年12月21日に、同ブランドの運営会社、 デイジーが模倣を認め、該当商品の販売を停止することを発表した。ツイッターには、G&R の商品画像と、それに告示した他社商品の画像を比較するツイートが飛び交っており、誰の目に見ても G&R がデザインを模倣したことは明らか。G&R の商品の方が、値段が高く設定されているのも、ネット上で眉を潜められています。そんな中、 今回の騒動を受けて、ローランドは同20日に Twitter で、運営会社との契約を解除したことを報告し、仕事を引き受け問題の商品を PR をした以上、多大なる責任があると感じており、深く反省しております。応援していただいている方々、何より購入された方々、このたびは大変申し訳ございませんでした、と謝罪。さらに GACT も翌21日、Instagram で、 今回のデイジー社が起こした G&R の問題に対して非常に怒りを感じています。中略 G&R の顔としてみんなの期待に応えられなかったことを非常に残念に思います、と怒りをにじませつつ、プロジェクトの中止を発表しました芸能ライター。さらに、同ブランドのディレクター、門陵も同20日にインスタグラムのストーリーズを更新。騒動を謝罪するとともに、 キャバっぽくないドレスがいいと伝えてこんな感じでできましたってデザイナーさんからサンプル写真着て順位つけてって言われて何にも知らんかった有名人無駄遣いしてビジネスなめすぎローランドさんが契約解除したけど俺はそもそも契約すらしてないのでなどと説明していた21年2月10日 GACKT は自身の YouTube チャンネル GACKT チャンネルガクちゃんに GACKT が愛犬をリコに出しました と題した動画をアップポーカーの師匠から14年連れ添った愛犬を亡くして妻の元気がないといった相談を受けたといい立ち直るきっかけを作るために GACKT から無理やり犬をもらったということにして師匠の妻に自身の愛犬フェンディをサプライズで譲ることを提案したのだというしかしこの動画を見たネットユーザーからは保護施設やペットショップに行って新しい犬を探せばいいだけなのに なんでガクトの愛犬をああげるる必要があるの愛犬を利己に出すとか命を何だと思ってるのこんなの捨てたも同然犬を物だと思ってるんだろうねひどすぎるといった批判が噴出炎上騒ぎに発展しました芸能ライターそんな中ガクトは14日にライブ配信アプリ1 7ライブ一1 7にてこの一件に言及それはそれは すさまじい攻撃を受けまして、大炎上でしたね、と切り出すと、里子に出した理由について、エゴです、僕のエゴです。いいとか悪いとか、どうでもいいんです、ときっぱり、フェンディを飼い始めた直後に、師匠から愛犬が亡くなったという話を聞いたため、クトがしつけをしてから譲渡することになったと説明し、僕は僕で、この人を救いたいという気持ちだった、と釈明した。 説明しても、沈下していない状況だが、それでも本人は、いいとか悪いとか、どうでもいい、という姿勢を崩さないのだろうか。愛犬をリコに出す、という動画で炎上中のガクト21年2月25日発売の、女性セブン小学館、では、そんな彼の人間関係の、変化、を伝えている。炎上はすでに鎮火しつつありますが、 セブンではこの件を取り上げつつ昨年10年近くガクトを担当していたマネジャーが彼の元から去っていたことや GACKT が家族と呼ぶほど親しくしていたサポートミュージシャンをツアー直前に切っていたことを報道。